日本が大好きな外国人の皆様、こんにちは。放送作家の倉本充です。驚きながら日本語を学ぶことができる日本語講座クレイジージャパニーズレッスン、ご存知ですか？知ってる知ってる。お、番組の看板フェルジちゃん、毎回クレイジーな日本語が出てくるんだよね。そんな表現ありってびっくりしちゃって、その衝撃ですぐに覚えられちゃう。フェルジちゃんのお気に入りのクレイジーな日本語は何かあるかな？うん、どうしても欲しいものがあった時にどこどこから手が出るっていう、あの表現。どっから手が出るんだっけ？喉から手が出る。あ、怖すぎるわな。本当にクレイジー。クレイジージャパニーズレッスン、講師はなんと日本一のツッコミ芸人、ナイツの土屋さんです。 Mind-blowing tips, crazy Japanese lessons. Check it out. Have fun.